はいこんにちはエビハラです知ってますよね今日はですね子供のお供からジオジオの冠というお話を皆さんにお届けしたいなと思っておりますどうぞよろしくお願いしますジオジオの冠ジオジオはライオンの中でも一番強かったのですだから遠くの方でジオジオの冠がチカッと光ると誰でもコソコソ と隠れてしまうのでした本当はジオジオはつまらなかったのですキリンを追いかけるのもシマウマを追いかけるのも嫌になってジオジオは水の中を覗いてみました誰かとゆっくり話してみたくなりましたおや白髪が生えてきたおや目がよく見えなくなってきた ジオジオの王様つまらなそうですね私もつまんないんですすぐそばで灰色の鳥が言いましただって6つもあった卵がみんななくなってしまったんですよ3つは氷が盗んだんです2つはヘビが飲み込んだんですあと1つは川の中に落っことしてしまったんですそうかい。 そりゃ、つまらないだろうな。うん。ああ、と、いいこと考えた。卵を産みたいなら、いいところがあるぞ。もっと近寄りなさい。内緒で教えるから。ほら、俺の頭の上の冠の中なら、どう思うなんていい思いつき。本当に王様、ま。 そこに産んでもいいんですか灰色の鳥は嬉しくてぴょんと飛び上がりました。鳥はジオジオの頭の上に巣を作りました。鳥は巣の中に卵を産みました。ジオジオは鳥を頭の上に乗せて歩いたのです。のっそり、のっそり歩いたのです。卵の具合はどうかね 具合良さそうですよ、王様。夕立が来ると、ジオジオは大きな木の下でじっと雨宿りをします。夜になって、ジオジオが眠っても、ひょうはそばに近づきません。ヘビも卵をぬすめません。卵はみんな、ジオジオの頭の上に乗っていたのですから。 春が来て、卵は一つ一つ帰りました。小さなひなが七つ生まれました。ジオジオの頭の上でチチッチチッと鳴きました。灰色の鳥は嬉しそうに幾度も餌をやりました。ひなは七つともみんな元気に育ったのです。七つの小鳥はジオジオのたてがみやしっぽにとまって鳴きました。 ジオジオはよく目が見えませんでもジオジオは聞いていたのです小鳥の声を嬉しそうにじっと聞いていたのですというお話でした普段ね怖いとされているライオンもなんか孤独感を感じてたのかなと思うとこれを聞いてくださっている方の中でもなんか私一人俺一人って思ってるかもしれないんですけど 実際にはあなたと仲良くなりたいなっていう人がいるのかもしれないなと思ったのでちょっとこれを選んでみましたこんな王様であるあのジオジオの話でしたどうもありがとうございました